旧統一協会との関係をめぐり、自民党は木原官房副長官ら新たに4人の名前を公表しました。新たに公表されたのは木原誠二官房副長官、今村雅宏元復興大臣、石井拓衆議院議員、日賀夏美参議院議員です。4人は旧統一協会の関連団体の会合に本人が出席し、 挨拶したということです自民党はこれまで179人の国会議員に何らかの接点関係があったと公表していました今回の追加報告で接点関係があった議員は1人増えて180人となり氏名公表の対象は125人となりました